ジンって結構やばいやつらしいって噂で聞いたんだけど、本当？多分本当。どういうベクトル？ウマヅラハギ曰く、雲ベクトルって言ってた。まあ、ナッシーが喜ぶ感じだね。まあ、そういう方向性は感じる。なんか、チート工場線で和風建築建ててびっくりしてた。なんで和風建築建てたの？お前的には。もしかしてこれ3人目になるか？ドゥブ。ウマヅラハギはなんか知ってるらしい。ドラクラで、まあ、門が壊されたと。で、門を壊された後、ボウがジンに対してネタになったし良かったんじゃないと励ましたのですが、ジンが激怒。自分が作った建築なのに、他人であるボウにネタ、他人であるボウにネタになって良かったと言われるのは腹が立つ。だからボウが下手くそに回収して、ボウが馬鹿にされないと気が済まないと言い、ボウ本人もいる田辺さんは無理してうだうだ言い始めました。ボウは優しいので、ジンが満足するならいいよと了承。今回そのようになりました。門を使い壊して直す過程で、ジンは手伝いもせず、女帝シラソルは VC で不快感を隠しきれません。ヨスさんは、まあ、不愉快な気持ちになったと、シラソルは。お前は50人クラウドに何を期待して参加した？お前動画見たことないだろう。様々言いたいことが思い浮かびますが、ウマヅラハギ的にここで言いたいことは、ジンがだいぶやべえやつだということです。今回以外も彼はなんだかんだ VC の空気を冷やす態度をとっており、この彼の才能を触れずに取っておいてはもったいないなと思いました。ジン、組分け帽子が言ってる。お前クリエ組に行け。ジンくん YouTube で参加型してるって聞いたんですけど、問題あります？え？あ、まあ、11ヶ月前か。まあまあまあ。それは知らない。今だったらやばいけど、まあ、11ヶ月前ならまあ知らない。ただちょっと痛い。50人クラフトごっこをしてたのか。土木風化。ジンくんマイクラでチャットできない。言語力に問題あり。あ、そうなんだ。だからなんかチャットができないんだ、さっきから。あ、ペニガキと同じみたいな感じ。シーンが来たかったら直接声を聞く以外に手段がないかも。いや、でも、風花は、でも本当にチャット苦手だよ、多分この感じ。多分実際、風花のやつもそうなんだけど、まあ、その通りでもありそうな感じだよね。ペニガキランクな感じな雰囲気だよ、なんか。そうなの？音切って感想を言うわ。これ、ツイッチャーとちょっとまずい発言を今からする、俺。ちょっと待ってね。あの、参加者のリアクションだけで。このサムネ見たら、なんか、いや、こう、まあね、独特ですよね。はい。なんと言いますか。ね。こだわりある感じの雰囲気がありますよね。まあなんというか。チャットを他の人に頼むせいで変なキャラ付けを含まされた大喜利を読まされる羽目になってた。ちょっと通話してみるか。通話はまずい。あ、公共の電波に乗せたらまずい。あのさ、うやむやにするためにさ、ナッシーと通話させるわ。俺が直接話さずに、こう、ナッシーとコータのあたりに通話させたら、エイリアン vs プレデターみたいな感じで、仮にすごいのが来たとしても、中和されるんじゃなかろうかみたいな。ナッシーは今まで、まあ、雲と接したり、カメスタと、まあ、接したり、まあ、してきてるから、まあ、ね、他にもなんか垂れ込みが来てる。シラソルとジンの言い争い、マジで空気冷えてた。ジン入って1日目か2日目に田辺様でアドバイスをもら求める。矢印、もらった全てのアドバイスに反論。田辺様の人からのあれですね。ちょっとナッシーさん、とりあえずちょっと VC つけるか。ナッシーついてるんですか、これ。ナッシーの VC ついてるよ、ついてる。大丈夫だよ、ナッシー。コータンもつけるね、じゃあ。あ、はいはい。ちょっとコータン、ウィズコータン。あ、はいはい。コータン、どうも。あ、こんにちは、コータン。こんにちは、ナッシー。危険物処理班だから、二人は。二人でちょっと危険物をちょっと処理してほしくて。危険物とか失礼だと思いますよね、ナッシーは。あ、いや、まあ、まあ、今までクモとかカメサとかとじゃれ合ってきてるから、そういうのも得意かな、みたいな。あー、確かに確かに。お話ししよう。お話ししましょう。普通の人だと思うけどね、俺は。ジェイ、メイト解除したよ。あ、はい、どうも、こんばんは。あ、普通じゃん。喋って喋って、ジンくん。もっともっともっと。喋って。はい、いやー、ちょっと、すいません。待って、なんか。緊張していまして。はい、だし、これさ、初コンタクトの雲と似たようなさ、喋り方だよね。まだわからん。大丈夫？嫌だった、待って、50人クラフト遊んでて。いやー、むかついな、参加で。まあ、その、まあそういう場所だっていうのは分かっていたんですけど、普通に、まあ、その場に立つと心の整理的なのがつかなくて。
なるほど。不審状態だった中で、まあそういう状況だったので。声、菩薩さんっぽいね、なんか。サバトエビア。だから今反省してるんだ、ちょっと自分の中でも怒っちゃったねって。反省はしてますけど、まあ僕的には面白いネタになるんじゃないかなとは思って。おお、これいいね。いいね。それちょっと自分俯瞰して見れてるんだ、ちょっと今この状況を。面白そうだなとは思ったんですけど。いいジンチャンネル。でもそのまま突っ走れ、もう。ありのままの自分で言った方がいい。いや、そうそうそう。変に強制とかしないで、自分が面白いと思うことを50人クラフトでやりまくろう。こいつらのせいじゃねえの、クモとカメスタが暴走したのって。こいつらのせいだったんじゃない、もしかして。いやでも今ジンチャンネルはこれ必死に頑張って、これどうやったら動画的に面白い展開になるかとか頭で考えてこう工夫するフェネットだから、50人くらいとみんながそこは支えていかないと。そう、彼の個性をもっと磨こう。あー、なるほどね。正直言うと50人クラスに入ったら何がしたいっていう最初の話で VC キャラがいいって言って、まあ、話せたことがすごく嬉しいですね、はい、ただすごく明らかに詰められているような雰囲気がありまして。そんなことないよ。そんな気にしちゃ終わりよ。そう、でも VC キャラで行くんだったらもっとかしこもった感じじゃなくて、自分の思ったことを何でもかんでも声に出して、ちょっとでも変だなって思ったりしたことは全部チャットとか声に出していくわ。そうそう、別にそこで切れたら切れたでエンターテインメントじゃん。そこで一悶着ありましたけど、また仲良しになりましたと、そういうのも含めてクンチャンネルだから。ええ、ね、感情が爆発した時が一番で、ね、動画として面白いから。どんどん磨いていこう。 VC キャラとしていくんだったらね、新チャンネルのこれ未来に栄光じゃん。そうだね、と著名になれるよ、間違いないね。こんなもんにしとくか。めっちゃ菩薩さんっぽい、なんか菩薩さんと話してるみたいな感じするよね。なんかジンって菩薩さんみたいな感じなんだ。この感じで切れ始めんの、なんか菩薩がめっちゃ切れてくるみたいな感じ、めっちゃおもろいじゃん。菩薩がおいボーって言って怒り始めるの怖くね。俺の代わりに建築しろボーって言って切れてくるの、やばない。トラフェ様には必要な人材かもしれない。まあ、いろいろ分かった。なんかカメスタの雲ってこいつらが壊したんだ。え、そうです。人に油注いでる人間がいたんだな、これ。まあでもまあこれからだね。今なんかいきなりやばい振る舞いはできないから、これからなんか振る舞ってもらって、もう無理せずキックしといてもいいぞ。無理せずバンしてもいいからな、別に。田辺様から普段 VC で切れるに撮影だと俯瞰しだすの面白い、逆にした方がいい。確かに。ちょっと見てみるか、こいつのチャンネル。初めてのエンドラ討伐、王国クラフトパート3、何をするか。なんかじゃあエンドラ討伐しませんか、トモさんがエンドラ討伐。エンドラ討伐か、まだパート3だから。だけどね、まあでも村というか、こいつの動画の20秒見て思った感想は、ぴょこぴょこジャンプしながらこう話をするのが、まあ、ここだけ俺のチャンネルリスペクトかなって気がする。今日はどうするかなーみたいな、こういうこれ今日はどうしようかなー、今日はエンドラ討伐かーって、同じ病気だね。そこについてはまあ同じかな、まあ、まあそこはリスペクト感じる。こんなボソボソボイスでブチ切れたりすんの面白くない？ちょっと今度さ、面白いこと言い出したらさ、田辺様の人さ、遠慮なく、ジンが今やばい、ジンが今やばいって言って、アラート出してくんない？ジンアラートをちょっと出してほしいな。ネチネチタイプだよ。可能だったら録音しといて、ウマヅラ。だってお前、セナタロの声も録音してたんだからいけるだろ、お前。セナタロの声も勝手に録音して、勝手に何度も聞き直して、モホモホしてたんだから、ジンの声だって録音できるだろ、別に。最悪だ、ミックス再生。背中のフォルダにジンをイン。毒物混入じゃん、マジで。もうちょっと追加情報。ジンは、ヌイの建築が壊れてないのにイライラしてたらしい。じゃあ、壊し行けよ。今度破壊しに行けじゃん、ヌイの建築。ぶち壊しに行けよ、TNT 片手によ。あと6人キャラが出てないのは誰だ？まあ、タクぐらいか。ガムボール。あ、ガムボールとタクぐらいか。ガムボールもうやばいんでしょ、なんか。日本語と韓国語両方とも第二外国語みたいな感じになってて、主言語がないんじゃなかったっけ。それはジョブか。主言語がない人。主言語がないってなんかやばいけどな。名刺の何でもフォーラムにガムボール名言集がある。それ貼ってくんない？そのリンク付きで。ちょ、ガムボールやばいな、これ。ガムボール。
ベノムさん、アタオカ泣いたないのやつって言ってたから、ノープラブレム。ノープロブレムだと思うけど、これ何語なまりなの？ノーブラブレム。ブラブレム。まあ、ブラブレムに聞こえるのかも。なんかどっかのなまりが。インドなまり。あー、インドなまりの英語をカタカナで書いてるだけか。ブラブレム。あ、確かに言いそう。もっとあるっす。ノーブラブレム。確かに、アリエンヌ近いからな。香水を加湿器に入れる？え、これ本当？ちょっとね、動画ある、動画ある。やばくない？いい匂いでしたよ。これシャネルの香水だよね、これ。こんな使い方するの想定誰もしてないと思うよ。こいつち金持ちなんだな、やっぱり。本当に。で、あれでしょ？口臭気にして口に香水振るんでしょ？シャネルの香水。マジか。ちょっとさ、頭悪い麦って感じしない？わかる？なんか、金持ちだし、なんか、行動とかも含めて。まあ、麦も頭悪いんだけど、着る服とかだけじゃなくて、下着とか靴下まで親に用意してもらって着替えてるって話も聞いた。マジか。本物さんなんだ。いや、二人死んだんだっけ？サンフラワーとサンフラワー。まあ、両方ともひまわりなんだけど、バンクラみたいだな。次はジンかなーって感じだね。ジンはチャット練習して、チャットで自分の表現をああ、確かに。ジンってなんでチャットが打てないの？どういうこと？なんかローマ字入力下手くそとか。タイピング遅すぎる。内容をまとめられない。この2点が致命的。即座に文書化できない。そう。マジでペリ書きと一緒なんだよな。ペリ書きも、イエスとかノーとか、不快だとか、なんか、うざい。そう。いや。違う。くんさんねえぐらいしか多分打てないから。ペリ書きと同じ感じなんだ。追い込まれた時もしば。俺は違うが、ノーが出た。タイピング練習してもらって、多分成長はしないと思うけど。まあ、練習するわけないから、無理だと思うけど。うん。イエス。音声入力したら、音声入力。クソうざいけどな。一緒に VC いて、くんさん、今来てもらえますかとかって言って、ディスコードで言い始めるの、クソうざくないなんか。はって言って、ああ、いや違う違う、今チャット打ってたとかって言ってるの。マジうざくない？どうやるの？え、できるよね、多分。タイピングを音声入力にすればいいのか。今、ジン調べてる。ちょっと やらせて、ちょっと。最後の仕事だ、ボー。田辺様最後の仕事。音声入力を、やらせてから放り出せ。今、コウタンとナッシー来てごちゃごちゃしてる。ああ。コウタンとナッシーが田辺様にやってくる。最悪だ。悪いことずっと言ってる。あ、ちょっと、コウタンとナッシー、いい感じにジンをちょっとこう育ててよ。マイクラ入力するとき入力中の文字が左上に出る。え、出なくね？なんかのこだわり要素発生してるんだ。ジン、ようやく楽しくなってきましたね。見えてきたな、死までの道が。さすがにでもな、やっぱ雲を噛み捨てたほどはいかないんじゃないかな。言ったらすごいな。やっぱマイクラの技能で何か一つ優れてるやつってさ、そういう感じなんだね。建築のジン、建築のライム、コマンドの雲、プログラミングの噛み捨て、サーバーの菩薩。そういう感じの人が多い。一人でマイクラ突き詰めてること自体が、まあ確かに。僕は毎日投稿ができる。なんか毎日投稿できるの。やっぱ頭おかしいってことなんだ。俺相当頭おかしいんだね。じゃあもう。イカれてるんだな、多分。田辺がめっちゃニヤニヤしてる。坊さん、この度はもう、お前声ちっちゃいな、おもろ。最悪。一体何がおもろいのかわけがわからん。ということで、まあ今後にご期待ですね。そのうち3人目になるでしょう。いや、やっぱそうでしょ。他人数そう採用して半分消えるっしょって言ったの合ってるじゃん。やっぱたくさん採用して正解だったよ。一人はすぐ消えたし、二人目もすぐ消えたし、マイクテスト、マイクテスト、音声入力試してみてます。できた、やったー。あ、喋れるようになった。おい、ペリガキもこれやれよ。おい、おい、ペリガキ、お前もやれや。これ、どうせチャットできねえんだから、お前。チャットしても変わんなそうな。え、待って、俺、マジで、え、待って、マジでやばい。え、マジでやばい。とかしか言わないから、あいつ、ペリガキ。だから多分、チャットにしても多分そうなるから地獄になると思うんだよな。ボット？いや、でも実際そうだよ。ペリガキ、え、クンさん、え、マジで、クンさん、え、お母さん、何クンさんさ。うざいし。いや、まあいいじゃん。ペリガキもやった方がいいわ、これ。ジンがサバイバルにネタするとき絶対こう、コインなしで。あ、いっくんも音声入力にしよっか。いっくん音声入力にして、食事するネタやろうぜ。いっくん、田辺様でやってよ。
動画向けの人に言うと、いっくんがコウタンの食事するネタがドラクラであって、それをなんかいっくんがやりたがってるから、いっくん食事するネタやってほしいな。次の台本送られてきてん、地獄だよ。ちょうどもうあるよ。あー、じゃあちょっといっくんも音声入力にしとこう。ツイッチつけちゃダメかもな、その食事は。さすがにコンプラまみれになる気がするな、動画でも。